よし、CG やるか。レインボー6 CG をやろう。テロハントの動画撮ろうかな。テロハント説明、解説か。動画みたいなね。撮ろう。いやー、楽しみだ。ああ、はい、というわけで皆さんこんにちは、アメドラです。上をご覧ください。画面上部をご覧ください。真ん中ですね。はい、メンテナンス中です。素晴らしいですね。動画撮ろうと思ってね、バッて CG やったらね、メンテナンス中です。ただいまメンテナンス中です。15分程度で終わります。やばいね。テロハントの動画撮ろうと思ったんだけどな。解説をします。 後々それを含めた動画あげるんで、後々ってかこの後ですね、このメンテナンス終わった後に動画あげるんで、そちらもご覧ください。 FPS わかんない方でも、 CG わかんない方でもね、まあ FPS ってものは自分目線のゲームです。それで打ち合う。そしてテロハントってか CG ってのは1回死ねば終わりです。最初からです。 はい、というわけでですね、テロハントというものについて自分なりに解説していきたいと思います。テロハントというものはですね、 CG 特有かなのゲームモードで、コンピューターのテロリストがすごい頭いいんですよ。すごい頭良くて、そいつらを相手に戦うみたいなゲームです。最大5人までですね。まあソロプレイもありますけど。で、まあテロハントには何個あるっけな。テロハントクラシック、人質防衛、ん？何個あったっけ？ちょっとすいませんね。何個あったっけな？テロハントのマッチメイキング設定で、テロハント、テロハント、テロハント。あ、テロハントクラシック、人質回収、人質防衛、爆弾解除の、4つあります。まあ今俺、テロハントを、ん？まあテロハントでマッチメイキングするのはテロハントクラシックだけにしてるんですけど、まあ楽なんでね。で、テロハントって何なの？っていう、方は、まあ、テロ組織と戦うんですよ。で、そのゲームモードでテロハントクラシックってのは、まあ、室内、建物内にいるテロ組織を、テロリストか、テロリストを全滅させれば勝ち。その前に死ねば負け。で、人質防衛は、回収か、人質回収は、人質を回収するか、または敵チームの、違う、人質回収すれば勝ち。回収できなかったら負け。で、爆弾解除は、爆弾が2個あるんですよ、A、B。それを解除したら勝ち。テロ組織を、テロ組織だったもん、なんか言うんだ。テロリストを殲滅しても勝ちかな。何なんだろう。無理だな、それは。あ、テロリストに倒されれば負けです。で、あとなんだっけ、なんか何やったっけ、ごめんね。すげえね。人質防衛だっけ。確か人質防衛だったはずなんですけれども、と。だね。人質防衛は、まあ、逆の立場で人質を守りきったら勝ち。人質が倒されたら負け。というわけなんですよ。で、難易度が3つあって、ノーマル、ハード、リアルってものがあって、ノーマルはまあ基本的、始めた初心者の方が始める。で、ハードはまあ結構きついよ。ハードだよっていうやつ。で、リアルはもうやばいよ。もうほぼリアルだよ。現状だよっていう。現実見ろよみたいな感じの。まあ、なんだろう。すごい難しいです。で、まあ、基本私は解説しやすいっていうか、自分弱いので、ノーマルでやってるんですけど、まあ、リアルを一人で倒したっていうか、クリアした方もいるので、素晴らしいですねっていう感じです。本当尊敬します、リアル一人とか。無理ですわ。で、テロハント、なんか今肩が変な、肩になんか変な負担が、しかもなんか変なことになった。で、テロハントクリアできないよっていう方、どうすればいいのって、わかんないっていう方は、とりあえず、ボマーには気をつけましょう。普通の兵士とボマーってのがいます。普通の兵士は普通の服装の兵士。
で、ボマーはなんか爆弾ベストを着てて、プレイヤーを発見次第、もう特攻、もう自分の命を投げ捨てて特攻してきて、プレイヤーに近づいたら爆発します、自爆します。それがまた本当素晴らしく邪魔なんですね。で、まあ、大体俺テロハントやるときは、フューズとか、最近出たカピタオだっけ？を使ってます。なんでかっていうと、ライトマシンガンを持ってるんで、ボマー排除に役立ちます。まあ、それじゃなくてもボマー倒せるんですけどね。で、あと、サッチャーだったら、サプレッサーつけてます。なんでかっていうと、音に敏感なんですよ、コンピューターって。なので、まあ、ノーマルかな？リアルではそううまくいかないのかな？いや、違うな、全般的だな。サプレッサーをつけるとですね、ボマーが撃たれてもあんま気づかないんですよ。普通の兵士も普通に気づかないんですけど。なので、威力が落ちてもサプレッサーをつけることをお勧めします。テロハントではね。まあ、最近僕もサッチャーをサプつけてマルチでやってるんですけど、結構使いやすいです。あんまバレないんで。まあ、バレますけどね。弾道とかあるんで、それでバレるんですけど。で、まあ、フューズだったらね、まあ、サプつけてないですよ。ライトマシンがこれ。6P41 だっけ？これが、ダメージ39の相談数100で、結構強いので、これは、ボマーがいたときに、俺が率先して、お前出るよっつって前出て、ライトマシンがぶっ放すキャラですね。あとこれかな？カピタオは、まあ、この前出たばっかのオペレーターで、持ってるのが、まあ、ライトマシンガンなんですけど、ライトマシンガンがあるんですよ、M249。ダメージ39の相談数100。ほぼ同じですね、これ。なんですけど、まあ、持ってるものもすごいんですよ。窒息ガスボルトと小型スモークグレネードを発射するタクティカルクロスボウってことで、20減るんですよ、オンラインで使えば。オンラインのプレイヤーは20ずつ減って、まあ、最高5秒以内にダウンしますわ。すごいんですよ、このキャラクター。強いんですね。使い勝手によってもチートキャラですよ、本当に。なんで、結構使い勝手いいかもしれません。俺は使いませんけど。で、テロハントのテロリストにはね、結構種類がいて、まあ、ボマーと、そうそう、間違えた。外からも来ます。外からも。プレイヤーが外に、まあ、マルチだと外にプレイヤーが出ると、防衛側が外に出ると、場所が表示されるんですけど、テロハントではそれはないです。外にいても、外にいても、外に、なんで2回言った？外にいても、なんか場所が、位置がバレたみたいな感じで表示されません。なんで、結構きついっす。いつの間にか後ろのバリケードから敵来てるとかありますもんね。なんで外なのに来てんだよみたいな。あ、そっか、テロハンかみたいな感じのことがいっぱいあるんで、外からも奇襲が来るので気をつけましょう。ボマももちろん来ます。で、高確率なんですけど、多分俺の場合かな、ボマをサプ付きじゃない、普通のサプついてない、ダダダダって音出る武器でボマ1人倒すと、もう1人来ます。で、リアルだと3人いるんで、結構やばいっす。もう、なんで、もう、1人ボマー倒しても落ち着かないで、もう、常に警戒して、ボマーの音聞こえたら、ボマーのプシューって音するんで、あ、来たなっていう時に、頭狙えるようにすれば、勝て、まあ、対処できると思います。で、あと、まあ、役割が、ボマーと、まあ、自爆ボマーですね。あと、偵察？なんか、すごい歩き回ってる人がいるんですよ。偵察なのかな、まあ、まあ、ボマーと歩き回ってる人、そこら辺を、まあ、守ってるっていう感じの人と、そこにずっととどまってる人、あとは、音を聞きつけて、そこに来る人がいますね。そんぐらいいます。なんで、結構、ドローンで見るときも、あ、こいつ、ここにこもるタイプだな。あ、こいつ、こもってるけど、音聞いたら、こっち来るやつだな。うわ、ボマーいるよ。ここら辺歩き回ってるな、あっちから裏取りしようみたいな感じの作戦も立てれるんでいいと思います。いやー、これ編集大変だ。 というわけでですね、まあ、テロハントについてはこんぐらいでいいと思います。次の動画ですね、次の動画、編集結構長引くんで、多分後々になると思うんですけど、次の動画でテロハントの動画出してみたいと思います。まあ、前にね、フューズのやつ出しましたけど、そちらも見ていただければ幸いです。ということで、メンテナンス中のテロハント講座っていうか、解説か、解説でした。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。